本田ダ・明は、日本の男性プロレスラー。東京都町田市出身。全日本プロレス所属。自由が丘学園高等学校時代から、アマチュアレスリングを始め、2016年にインターハイ、団体、2017年にインターハイ団体、個人、及び第72回国民体育大会に出場。高校卒業を間近に控えた2018年2月。 デッスルマイナス -1 ゴールデンルーキープロジェクトに応募し、合格。4月より、デッスルマイナス -1 に入寮し、練習生となる。同年9月2日、横浜文化体育館大会で一度タッグを組んで、三富正幸肘方隆史とのタッグ戦でデビュー。9分5秒、フェイスロックで敗北。2019年2月、後楽園、ホール大会で右肩を負傷し、欠場。 6月の高楽園大会より復帰。2020年4月1日、レッスルマイナス1の団体活動停止に伴い、フリーに。8月15日、全日本プロレス高楽園大会に来場し、大森隆雄に参戦を辞期ぞ。道場でのトライアウトに合格し、9月より全日本プロレスに参戦。2021年1月1日付で全日本プロレスに入団。同月10日より、 試練の七番勝負高校からレスリングを始めた。僕が老舗プロレス団体に飛び込みで参戦を直訴し、正式入団を果たした後にトップ選手への階段を上るための試練の七番勝負が開始された。ありがとうございます。